次は誰だ。え、そう、大丈夫。ちょっと練習しといていい。なるほどね。まあね、あの公開セッションっていうか初めてになるけども出たね。じゃあ5万人の皆さんお待たせしました。そして、キーボードミミック。
りません、響いてます。分かる人しか分かんない。分かる人しか分かんない。分かる分かる。え、それもう世代じゃないんですか。今日ここで今どんだけのお客さんいるかわかんない、5万人来てるんですけど、すごいいっぱいいるよ。あの 90% ぐらい多分30代以上だよね。ねって勝手に知ってダメでしょ。で今の話題の感じだとね、あーなるほどね。はい、ちょっと寒い感じなので。ではいいですか、次の曲いって、本来最後にやろうと思った曲です。まあいきなりこう持っていくんでしょ、いろいろ。そう、いろいろ。もうなんかみんな だいたいこう想像してください、すっごい温まってる感じを想像してください。あんな曲やらこんな曲やらやった後の最後の曲ですっていうところまでを想像してください。ありがとうって感じだ。OK? おI'm not afraid to die.
35曲。いやー、長かったね。やりきった。そしてですね、この、ご協力の名古屋さん、ありがとうございました。次のバンドなので、準備のため、ここで撤収いたしますので、この後なんですけど、本来なかなかないと思うんですけど、やる曲言うので、できる方、誰か歌いませんか？みんな、そう、私帰って準備しなきゃいけないから、どんどん出てきちゃう。いや普通ないと思うけど、セットで言いますね。リトルウィング、歌える人。携帯見ながらでもいいです。もうここからはセッションカラオケ大会で。むしろ私も携帯見て歌ってた。なおちゃん、多分ね、このままだと最後までいそうな気がするもんね。なおちゃん、いいよ、準備のいいよ。本当に、じゃあ次のバンドで会いましょう、また。ありがとうございました。ありがとうございました。リトルウィングでしょ。あと、メジャーどころっぽいのが、頑張らなくちゃね。真剣ゼミ。あれ？誰も知らんのか。あとはね、ルッキンフォーアレインボーっていう三拍子の曲ですね。あと、ここからはマニアックなんですけど、タクシーとパワー。歌える方？もうこれ生バンドで歌えるなんてなかなかないですよ。バンドでもない、バンドでもない限り。誰か協力してお願い。やった曲でもいいよ。だいたい35曲ぐらいやったから、その中で歌えそうな曲あれば。あ、これ厳しいかな。誰か歌って。そうしないとインストロメンタルになっちゃう。インストロメンタルで。じゃあインストロメンタルでいくので、みんな脳内カラオケでお願いします。いいですか？すげえ。何やんの？何やろうか。レトロウィングやってみようか。なんかさ、多分上がってこれなくてもなんか多分知ってるって。サビだけとかでいいから、そこら辺のマイク適当に持ってっていいので。はい、いいですかね。なんかすっごい今頑張って喋ってんだけど寒いよ。トルさん歌える？歌えないんだな、これが。同じ曲でよければ、今すぐキスミ頑張りますけど。ありがとう。はい、つわものつわもの拍手、つわもの拍手、救世主だね。ありがとう。残念ながら私先生生まれなんて、じゃあさ、トレンディドラマって言葉知らないの？シミニックならわかりますよ。イエーイ。大丈夫かな。イエさん、すいません、あと残り何分ぐらいですかね？あと10分ぐらい。あと10分。今のキスミ行こうか。行こう。頑張ります。今のキスミおかわりで。行きます。あ、ショルキ来た。本来この曲で使うべき、使うつもりじゃなかったショルキー、せっかく持ってきたんで、ミミキさんが使います。せっかくね、今日はいっぱい持ってきたからね。いきますよ。はい。あ、いい。おー、いいね。キーボードミミック。あ、間違えた、間違えた、紹介間違えた。ショルキーミミック。
ごまかしてきた喉の痛みも限界なんで。トーネさん不器用なんだ。病んでるところね、頑張ってるんで。誰か皆さん協力していただけないでしょうか。もう一度言います。セットリストもう一度言います。今すぐキスミ、リトルウィング、パワー、タクシー、なんだっけ？頑張らなくちゃね。ルキーフォアレインボー、ビリビリラブ。歌詞ならすぐ出ます。携帯見ながらでもいいので誰か歌ってください。あ、ユーサが。はい、お姉さん。ちょっとね、こっちのと逆光でマジ顔見えないんで。ありがとうございます。前にビリビリラブ。ビリビリラブ。ありがとうございます。歌ってください。はい。ぜひ前に。あのね、こんなライブなかなかないんで。あざーす。お姉さん、どうぞ。お、エナちゃん。イエス。今来ました。あ、チョコちゃん、ありがとう。今すぐもう一度キスミを歌ったのはチョコちゃんでした。アメリカにいる間にちょっとやってたんで、多分歌えると思うんですけど、あの尺わかんないんで、入るところでなんか2番みたいな。あ、はい、分かりました。手伝っていただくボーカルさん、エナさんです。イエーイ、ありがとう。チョコちゃん、チョコちゃん、ありがとう。平成生まれのチョコちゃん、俺も平成で働いてたぞ。はい、多分これ、ラストですか。ラストですね。はい、もうこれで最後の1曲なんです。ありがとうございます。最後でやる予定だった曲を最後にやります。やった。ジャックスパロー。あ、本当はね、セロさんって言います。キーボードを一手間のリミック。そしてポールキムタクです。あ、トールじゃない。なんか俺ごめん、意識こんなくだ。行こう、最後の曲。I'm not afraid.
出ますんで、いい出だしのライブください。